そこなんですよね日本人で非力でっていうところで僕は日本のバッティング理論が止まってると思うんで僕は力のない選手ほどそうやって打たないとヒットにならないよと思ってるんですよ。力のない選手がボールをこすってても上から入れたり、まあ、レベルっていうのは全然悪くはないと思うんですけどまあ小さい選手でも。 アルトゥーーベ選手とかホームラン打ちますよね。じゃあ日本人選手の小さい選手はホームラン打てないかって言ったら吉田正尚選手小さいですよね打ちますよねじゃあ何人いるんだってなった時にいやあの選手とか特別でしょで済んじゃうわけですよだから僕はそれが嫌なんですよ。僕がそういう風にして僕らは無理だと思ってやって現役を終えてるんですごい後悔してるんですよ。